どうもレイです。昨日の夜コニーに忘れ物を届けに行ってから、エマとノーマンの様子がおかしい。なんかコソコソ話してるし、ママにも嘘ついてるし。で聞いてみたら、二人が教えてくれたこと、鬼、農園、ママが敵。マジかよ、やっべ。まあでもそう思えば、格子窓とか継ぎ目のない塀とか、迷子の子供をママがすぐ見つけてくるとか、いろいろ納得いくわ。ああそういうことね。しかもエマは全員で逃げるとか言い出すし。こらダダこねんなエマ。でも敵はママ一人、なんとかなるはず。って誰だこいつ、まだ2話なのにすっげえ濃いキャラ出てきたな。